皆さんこんにちは、えー。東京大学理学部科学科の、えー、寺坂直弘と言います。えー、と本日は、えー、分子を進化させるということで、えー、と分子の進化ということをキーワードにいたしまして、えー、と基礎的な生命の起源の研究から比較的応用的な、えー、と薬の開発のお話を、えー、と簡単にさせていただきたいと思います。えー、と今日のお話の は大きく1つ目が、えー、生物の中身を科学的に見るということで、えー、と高校生の皆さんは生物と化学というのは、えー、それぞれ違った学問かと思われているかもしれませんが、えー、大学や大学院ではとても密接に関わってきています。ということで生物と化学の中間的なお話をしたいと思います。 そして二、えー、つ目のトピックとして、えー、と基礎的な研究である、えー、と生命の起源の研究について少しお話しさせていただきますそして三つ目のトピックとして、えー、大昔の生物にあったかもしれない分子を、えー、と実際に作り出すという最先端の研究の一つをお話しさせていただきますそして四つ目は少し応用的なお話になりまして この人工的に作り出した分子を使って実際に薬の開発をしているという本当に今年発表されたような最先端の研究のお話に触れたいと思います。それでは一つ目のお話で生物の中身を科学的にに見るととといいいうところに移りたいと思いますそもそも生き物の定義とはというところからお話を始めますが。 現在の科学での生命の定義というのは一つ目が外界と膜で仕切られているということになります例えば生物ですと,、えっと細胞膜によって細胞の中身とその外が仕切られておりますそして二つ目の定義として代謝物質やエネルギーの流れを行うということがポイントになってきていますそして三つ目が自分の複製を作る ということになりますこれら3つの定義を、えー、持っているものを生命と定義しておりますですので例えば、えー、と最近、えー、と世界中で猛威を振るっているようなウイルスというものはは生命ではありませんなぜかと言いますとウイルスは外界と膜で仕切られてはおりますが自分自身で代謝を行うことはできませんし えっと宿主の生き物に入ることによって自分の複製を作りますので、自分自身だけではえっ、ー、と複製することはできません。なので、現在の科学ではウイルスは生物ではないということになっております。ただ、この今お話ししたようにえー、3つの定義のうち1個、もしくは1個半ぐらいはえっ、ー、と満たしておりますので、非常に生物に近い非生物ということにえっ、ー、と意見になっております。 さてえっ、ー、と生き物の中,に中身をもう少し詳しく見ていきましょうまずここでは人を例にとっておりますがここに人がいますで、人というのは皆さんご存知の通りえっ、ー、と細胞の集まりになっています現在の科学では人はおよそ37兆個の細胞が集まってできているということになっています細胞の中には例えばミトコンドリア やゴルジ体などといったような細胞内小器官が複数存在しておりますがその中で、えー、とこの細胞核と呼ばれている中身に、えー、と遺伝情報をコードした DNA が入っていますこの細胞核の中には今 DNA が入っていると言いましたが詳しく見ますと染色体と呼ばれる、えー、と46本の長い DNA が、えー、と存在しております。 そしてこの染色体の中をさらに見ていきますと皆さんよく見たことがあるようなえっ、ー、と二重螺旋を組んだような DNA がありますで、この DNA の長さというのがおよそ約30億塩基対ということになっていますここでは人を例にとりましたが、えー、おおよその、えー、とこの仕組みというのは全ての生物において共通しております さらに詳しく、えー、と詳細を見ていきましょう全生物に存在共通して存在する生き物のセントラルドグマというのは何かといいますと遺伝情報の保存を担っている DNA そこから一部の情報が、えー、と転写という過程を経て RNA に移し取られます。 そしてこの写し取られた遺伝情報を持った RNA というのがそこからタンパク質に翻訳されます。つまり RNA というのは遺伝情報を DNA からタンパク質まで伝達する役割を持っておりましてそして翻訳されたタンパク質というののが、まな生体内での機能を発現しております。例えば外界からの異物を排除するために産生されるような抗体。 生体内での代謝反応を担っているような酵素外界からの刺激に応答するために膜上に存在している受容体など本当にさまざまな機能を発現しておりますこのの一連の流れをセントラルドグマと言います。さて生き物を科学的に見るというお話でしたのでこの DNARNA タンパク質というのを科学的に見ていきましょう。 それぞれの抗生物質の化学構造を下に示しました皆さんご存知の通り DNA というのは4つの塩基 A、T、G、C が連続したものになりますここでは T、チミジンを一つの例にとって構造をお示ししますチミジンはここのデオキシリボースと呼ばれる糖の構造そしてこちら側にあるリン酸 そしてこちらに存在している塩基という大きく3つに分かれます ATGC の違いは全てここの塩基の違いになります。一方で RNA の化学構造に移りますが非常に DNA と似ております。違う点といたしましては先ほど DNA ではデオキシリボースと呼ばれている構造であったのですが RNA ではリボースという構造になっていまして。 ここの部分に水酸基 OH 基がついておりますまた DNA では T だったものが RNA では U、ウリジンになっております化学構造は非常に似ておりますがここの部分にメチル基があるかないかの違いになっています一方でタンパク質というのは DNA や RNA と化学構造が全く違っておりますタンパク質というのは 主にに20種類ののアミノ酸がが連続してつながったものになりますここでは20種類のアミノ酸のうち2種類を例として挙げますが例えばフェニルアラニンでありますとここに NH2 アミノ基がありましてその反対側に COOH カルルボキシル基がありますこれが全てのアミノ酸に共通しておりまして。 ここの部分、側鎖と呼ばれている部分の化学構造が二十種類のアミノ酸でそれぞれ違います。フェニルアラニンですとこのように方向管というベンゼン管が、えー、と存在しておりまして、例えばシステインですとここに SH 基が存在しています。さて、今 RNA からタンパク質に翻訳されると言いましたが、 どのようなルールで RNA からタンパク質に翻訳されているのかというのが問題になってきますそしてそのルールを示したのがここに示した遺伝暗号表と呼ばれるものになりますアミノ酸一つに対して RNA の塩基三つの連続した塩基コドンと呼ばれているものがアミノ酸と一対一に対応しております例えばフェニルアラニンですと一番目の塩基が U 2番目の塩基も U3 番目の塩基が U か C の場合フェニニルルルアランといいう,うにルールが決ままっています例えばシステインですと1番目が U2 番目が G3 番目が U か C になります。この遺伝暗号表というのはほぼ全ての生物において共通しております。 なのでこの遺伝暗号表を不変遺伝暗号表とと呼ぶことがあります。さてこの遺伝暗号表というのが存在するというのは多分皆さん高校でも習っているかと思うのですがじゃあ一体どのようにしてこの遺伝暗号表のルールが決まっているのかというお話をさせていただきたいと思います。セントラルドグマの、えー、をさらに図解した図がこちらになりますが。 まず核の中の DNA がメッセンジャー RNA に翻訳されてメッセンジャー RNA が核外に出てきますそこでメッセンジャー RNA にリボソームと呼ばれる分子が結合します。そしてリボソームに対してアミノ酸と RNA がつながったアミノアシル TRNA というものがこちらに運搬されてきますそして このアミノアシル TRNA ですがこの T の字の底の部分に、えー、メッセンジャー RNA のコドンと塩基対を追合するようなアンンチコドンと呼ばれる3つの連続しした塩基が存在していますこの3つの塩基がコドンを認識してそれに対応するアミノ酸がくっついたアミノアシル TRNA が運搬されることによって 1>, 1つのコドンに対して1つのアミノ酸が定義されてそしてリボソーム内でアミノ酸が次々につながっていき最終的にタンパク質になっていきますここの図解では T の字で書かれた TRNA ですがこのように実際の3次元の構造では、えー、と L 字型の構造をとっていることが知られています またアミノ酸同士をつなげていくリボソームですが非常に大きな分子でこのような構造をとっておりまして非常に長い三つの RNA と五十種類以上のタンパク質が複合体を作ったものになっていますこのリボソームの基本的な構造はすべての生物において共通しておりこのリボソームの詳細な分子構造を解き明かした三人の博士ラマクリシュナン博士スタイツ博士 ヨナス博士の3名に2009年にノーベル化学賞が与えられておりますさらに詳しく見ていきましょう先ほどの図を拡大したのがこちらになりますがリボソームの中では TRNA のアンチコドンとメッセンジャー RNA のコドンが塩基対を追合しアミノ酸同士がつながっていきますこの詳細な分子構造を示した図が真ん中の絵になりますがこのようになっています そこの一番下の部分がコドン・アンチコドンの塩基対合部分になっておりましてこれを化学構造で示しますと左下のこちらの図になりますアデニンはウラシルと塩基対合しグアニンはシトシンと塩基対合を形成します塩基対合というのはえっ、ー、と2つの塩基の間で2個もしくは3つの水素結合が形成されていることになります それでは一方でアミノアシル TRNA のアミノ酸の部分の化学構造を見ていきましょうこの部分を拡大して化学式で書いた図がこちらになります TRNA の一番末端の部分の化学構造がこのようになっておりリボースの水酸基の部分にアミノ酸のカルボキシル基がエステル結合によって結合しているようになっています アンンチコドン1種類に対して1種類のアミノ酸がそれぞれこのように化学結合をしていくのですがそれを担っている酵素タンパク質の酵素というのがアアミノアシル TRNA 合成酵素になりますこれは一つの例ですがアミノアシル TRNA 合成酵素は tRNA のアンチコドンの塩基を認識してさらに tRNA の末端部分を認識することで それぞれに対応したアミノ酸を t r n a に結合することができます架け足になりましたがセントラルドグマのうち翻訳という部分に一つ焦点を当てて科学的に少し解説させていただきました今回は一つの例でしたが 他の部分でも生き物というのは結局は化学物質の集合体なので生き物を化学的に見るというのは非常に重要なことになっていきます。さてそれでは二つ目のトピック生物の起源に移ります。現在の世界に存在している生物というのは大きく今三つに分けられておりまして細菌、バクテリア、古細菌、アーキア、深殻生物。 ののつにに大きく分分けられれれれまたそれぞれの中で非常に細かい分類がなされております遺伝情報から進化の系譜というのをたどった図がこちらになるのですがこのようにそれを元の生き物にたどっていきますと一つの共通祖先ラストユニバーサルコモンアンセスタールカと呼ばれているものに行き着きます。もちろん 現在の世界ではルカは生き残ってはおりませんのでルカがどのようなものだったというのは現在調べる術はありませんなのでルカについて調べるには現在の生き物にすべて共通するものを調べていくことが一つの手法となりますそこですべての生物に共通するものとしてセントラルドグマに戻ってきました 先ほど説明したとおりセントラルドグマというのは DNA から RNA に転写されそして RNA からタンパク質が翻訳されます。セントラルドグマの中にはいくつか例外がありましてその中の一つに RNA 特に触媒能を持った RNA リボザイムというのが存在しています。 これままでいくつつかかかののリボザイムが現在の生物から見つかっております左側の例としてグループ1イントロンというリボザイムが存在しておりましてこれは自分自身の RNA を切断する RNA スプライシングになっているリボザイムになります。こちらのリボザイムの発見によって1989年に2人の科学者にノーベル科学賞が与えられました。 そして先ほど少し説明いたしましたがリボソームというのも実はリボザイムになりますリボソームは3種類の RNA と50種類以上のタンパク質が複合体を形成したものになりますがその触媒活性を担っているのは全て RNA ですですのでリボソームもリボザイムと言えますそしてリボソームというのは全ての生物に共通しているものになります このように RNA というのは DNA のように遺伝情報の保存もしくは運搬もできますしリボザイムのようにタンパク質と同じような触媒機能などの発現もできる分子となります。このような発見からドクター・ギルバートは、えー、昔 RNA ワールド仮説という仮説を提唱いたしました。それは何かというと、いう 現在の世界のように高機能なタンパク質や安定な DNA ができる前の原子の世界では RNA が現代の DNA やタンパク質の機能を代わりに担っていたのではないかという仮説になります。その RNA ワールド仮説というのが一つの生命の起源の仮説になるのですがそれを元にした原子の生命の進化の過程を記した図がこちらになります。 原子の地球においてはまだ RNA すらなくて単純な化学物質が存在していた世界ですそこから RNA が連なることによって比較的長い RNA ができ先ほど言ったような遺伝情報の保存や触媒機能の活性を担っていた RNA ワールドという世界が存在したと考えられますさらに RNA ワールドの一方で アミノ酸が重合して原子のタンパク質ができそのタンパク質と RNA が膜の中に内包されることによって原子細胞とも言える RNA プロテインワールドが形成されたと考えられていますそしてそこにさらに DNA が加わることによって現代の生物に共通するようなセントラルドグマの原型みたいなようなものができましてこれがルカ、えー、共通祖先となりまして 現在の生物に進化してていったと考えられておりますここに示した RNA ーワールド仮説というのはもちろん一つの仮説ではありますのでいろいろな科学者が RNA ーワールド以外の仮説も提唱しております。ということで2つ目のトピック「生物の起源」とは一つの可能性といたしましてはシンプルな化学物質の集合体。 そしてさらにちょっと進化すると RNA ワールドのように、えー、RNA が遺伝情報の保存や触媒化成を担っていたのではないかという仮説が提唱されております。さて3つ目のトピックといたしましてこのような滑舌の中での大昔の生物にあったかもしれない分子を人工的に作り出すというトピックになります。先ほどのスライドに戻りますが 様々な仮説が生命起源研究におおいてて提唱されておりますその中で私たちはこの RNA ワールド特に RNA ワールドから RNA プロテインワールドへの進化の過程に注目して研究をしています。それではどのようにしてここ今存在しない環境について研究するかということにお話しさせていただきます。 RNA ワールドから RNA タンパク質ワールドへ移行する際に何が必要であったかということを現在の生物から考えてみましょう先ほどの図に戻りますが現在の生物では RNA とアミノ酸の関係というのはアミノアシル TRNA 合成酵素が特定の TRNA に特定のアミノ酸を結合させるアミノアシル化反応というものが一番のキーポイントになっております。 ですのでアミノ酸が存在していなかった RNA ワールドから RNA タンパク質ワールドへ移行するにはこの過程が必須であると考えられます。しかし現在の生物では全てこの反応はタンパク質が担っておりますので RNA ワールド中では存在しないあタンパク質が存在しないのでこの反応は何が担っていたのかと考えますと RNA ワールドで触媒反応になっていたリボザイムがこの反応を担っていたということが仮説として考えられますしかし現在の生物を見ましても今のところアミノアシル化反応を触媒するようなリボザイムというのは発見されておりませんさて 現在存在しないものを研究するにはどうすればいいかというのを考えますと一番いいのはもちろんタイムマシンでで昔に戻ることですただ残念ながら今の技術ではタイムマシンはありません。ですので昔に戻れないのなら今の世界で人の手で作ってしまってそれが実際昔に作り出されたかどうかの妥当性というのを調べるというアプローチがあります。 その昔に存在したかもしれない分子を作り出す手段として分子進化という実験手法があります分子進化というのは生物の自然選択説を分子に適用したものになります生物の自然選択説というのは集団中に偶然に生ずるたくさんの変異の中からさまざまな環境によりよく適応した個体が生き残ることとされております それではこの自然選択というのを分子に応用するにはどうしたらいいかという研究がなされていましたそれが分子進化工学という研究になりますこの分子進化工学の発展に関して三人の博士アーノルド博士スミス博士サーウィンター博士に対して2018年ノーベル化学賞が与えられております 簡単に仕組みを説明しますと、まず d. N. A. を用意いたしまして。そこにランダムに変異を導入いたします。そして、さまざまな変異が導入された d. N. A. ライブラリーと呼ばれる d. N. A. の。混合物から翻訳によって酵素を作り出します。つまり、この酵素というのは、さまざまな変異を持った混合物になります。そして、この酵素を一つずつ。 活性を調べることによって望みの活性が上昇したような酵素は取っておき、活性が低いものもしくは失われたようなものは捨てるというようなことを繰り返すことによって、望みの活性が上昇したような酵素の変異体を作り出すのが分子進化工学というものになります。今ここではタンパク質酵素を例にしてあげましたが、同じことがリボザイムに対しても適用できます。 その分子進化工学を使って作り出されたアミノアシル化リボザイムというのがフレキシザイムというものになります。ここではフレキシザイムと tRNA の結合した状態の構造と天然のアミノアシル tRNA 合成酵素の構造を比較しておいておりますがフレキシザイムというのは天然のアミノアシル tRNA 合成酵素と似たように tRNA の末端側に位置して アミノアシル化反応を触媒しますそして一つ大きく違う点といたしましてはフレキシザイムというのはさまざまなアミノ酸をさまざまな TRNA に結合することができますつまり非常に高いフレキシビリティさからフレキシブルなリボザイムということでフレキシザイムという名前を我々はつけております駆け足になりましたがアルネワールド と RNA タンパク質ワールドの中間に存在したかもしれないアミノアシルカリボザイム、フレキシザイムというのを実験室内で実際に作り出したというお話をさせていただきましたさてここまでは基礎的な生命の起源にフォーカスしたお話をさせていただきましたがここからは少し応用的なお話をさせていただきます今お話ししたフレキシザイム、アミノアシルカリボザイムを使って 薬の開発をするというお話になりますちょっと話のトピックがガラリと変わります薬というものを考えたときにどのような薬があるかというのを科学的にまず見ていきましょう昔からやられている薬剤の一つが低分子医薬品と呼ばれるものになります低分子という名前の通り分子量が比較的小さく およそ1000以下の化学分子になりますこれは古くから作られてきていましたが利点としましては有機化学的に合成できますので大量に非常に安価に作り出すことができます一方でデメリットとしては分子量の小ささから機能が少し弱く例えば副作用が考えられますこのような問題点から 近年の研究によって、バイオ医薬品と呼ばれるような医薬品が登場してきております。バイオ医薬品にはいくつか種類がありますが、代表的なのが抗体医薬品になります。抗体医薬品は、およそ分子量が5万から15万以上のものになりまして、非常に高機能なものになります。ただ、非常に高機能ではありますが、 バイオという名前がついている通りバイオ医薬品というのは科学的に合成することが難しく基本的には生き物に作ってもらうことが多いですそのため非常に高価なものになりますこのようにバイオ医薬品と低分子医薬品というのはそれぞれ一長一短なものになりますそれじゃ この高機能なバイオ医薬品と安いが副作用があるような低分子医薬品のいいとこ取りをできないかということでここ10年ぐらいで注目されている病気がこの分子量が1,000以上から3,000以下ぐらいの中分子と呼ばれている医薬品になります。それでは中分子医薬品を見ていきましょう代表的なものがシクロスポリンという免疫抑制剤になります。 このシクロスポリンは生物の代謝物から発見されておりましてこのような構造をとっております分子量が2000程度ですので低分子医薬品ほどではないですが安価に化学合成をすることができますまたこの複雑な構造から非常に選択性が高いため医薬品として副作用が非常に少ないですこのように低分子医薬品と抗体医薬品の 2つの利点を併せ持ったものが中分子医薬品になりますが一つ難点としては開発がが非常に難しいといととうことが言えますもう一つ中分子医薬品の例を挙げさせていただきますがここではイベルメクチンもシクロスポリンと同様に生物の代謝物から発見され開発されてきたものになります。 マラリアの治療薬の開発として2015年にはこのキャンベベルル博博博士士、士大村ヨーにノ生理医学賞が与えられておりますここでは2つしか例を挙げておりませんが中分子医薬品の多くというのは主に生物の中から偶然見つかってきたものを薬として応用しているというのが現状です。 もちろん生物から偶然に見つけるということなので種類も少なくさまざまな種類を作り出すということが非常に難しいことになります。ですのでこの難点を解決するにはどうしたらいいかという研究がさまざまなところでやられております。一度シシククロロススポポリリンンののの構造に戻りましょううというのはペプチド性の化学物質ですおそらく 高校生の皆さんには一見するとこれがペプチドとは思えないかもしれませんが例えばペプチドに共通しているこのペプチド結合というものが全てのところにありましてさらに普通のペプチドと違う点といたしまして青で示したようにペプチドボンドの窒素原子のところにメチル基がついているところが数個あります。さらに 最初の方でお話しした20種類のアミノ酸とは異なるような化学構造を持つアミノ酸というのがベージュの色でハイライラトしたところになりますさらに3つ目といたしまして普通生体内での通常のペプチドは直鎖1本の鎖のような構造をしておりますがこれは全体で輪になっている感情構造を持ったペプチドとなります。 このように中分子医薬品として使われているようなペプチド製の化合物には生体内のペプチドでは見られないような非常にユニークな化学構造がありましてこの化学構造が薬としての機能に必要であると考えられています。それではこのようなユニークな化学構造を作れば薬として使えると考えられます。中分子医薬品から薬の開発方法に話は移ります。 現在の科学の主な薬の開発方法としてはまず病気ののの原因ととなるるもをを調べそこの機能を阻害すすいうアプローチがあります例えば新型コロナウイルスを例にとってみますがウイルスというのは細胞に感染することによって毒性を発揮しますのでこのウイルスが細胞に感染する過程を阻害できればいいとまず考えられます。 そしてさらにこのウイルスがどのようにして細胞の中に感染していくのかというのをより詳細に見ていきます。そうしますとこのようにウイルスの表面にあるタンパク質というのが人のの細胞の表面にある受容体タンパク質と結合しております。これをさらに拡大した図がこのようになりますが赤がウイルスのタンパク質黄色が人の受容体のタンパク質になります。 この結合というのがウイルスの感染に必須であるというのが研究で分かっておりますのでこの結合というのを薬によって阻害することができれば新型コロナウイルスに対する薬になると考えられます。じゃあそのような薬を開発するにはどうしたらいいかという手法のお話にいきます。古典的な薬のの開発というのは さまざまな化合物のライブラリーからその化合物を一つずつ例えば先ほどのタンパク質同士の結合を阻害するかどうかというのを人のの手で見ていくものになります想像できるかと思いますがこのように一つずつ試すには人間が作業した場合一人でまあおよそ数千個が1日で限界だと思います。さらにロボットを 近年普及してきてきおりますがロボットが仮に作業したとしても1日に数数万万から数十万種類のの化合物のテストが限界ですこのような数の限界を突破するための手法として先ほど少しお話しした分子進化という方法が近年盛んに使われております。分子進化の一つとしてファージディスプレイ法というのが開発されておりますがこれは何かといいますと。 ファージと呼ばれる、えー、バクテリアに感染するウイルスなのですがそのウイルスの表面にさまざまなタンパク質の配列を、えー、翻訳して提示しますそのようなファージのライブラリーを医薬の標的新型コロナウイルスの場合ですとウイルス表面のタンパク質と混ぜます。で混ぜた結果薬とななるような配列は ウイルスのタンパク質と結合しますので結合しないような薬に使えないタンパク質の配列というのは洗い流すことができますそしてウイルスのタンパク質に結合したような配列を回収してそのタンパク質をコードしているような DNA を回収しましてその DNA をまたさらに増幅してこの一連のサイクルを繰り返す というのがファージディスプレイ法分子進化法になります。この方法を使うことによっておよそ十億種類もの多様なライブラリーから抗体を作り出すということが可能です。さて中分子薬品に戻ります。このようにさまざまなスクリーニング方法を中分子薬品に適用するにはどうしたらいいかと我々は考えまして中分子薬品に 存在している特徴的な化学構造をフレキシザイムによって作り出すという方法を考え出しました最初にお話しした遺伝暗号表では例えば AUG というコドンはメチオニンをコードしておりますそれはなぜかと言いますと AUG に対応するアンチコドンを持った TRNA には メチオニンがくっついてそのメチオニンが AUG コドンに運搬されるというのが原理になりますそれではメチオニンの代わりに中分子医薬品に見られるような特殊な化学構造を運搬するにはどうしたらいいかと考えた場合フレキシザイムが使います UAC のアンチコドンを持っている TRNA に対してフレキシザイムを使うことで 非天然なアアアミミノノ酸をアミノアシル化することができますそうすることで aug コドンにメチオニンではなく中分子医薬品に見られるような非天然アミノ酸を運搬することができその結果非天然アミノ酸を含むようなペプチドを翻訳することができますこ,こでは一つの例といたしましてこのような非天然アミノ酸構造を示しますが。 トリプトファンのアミノ基の部分にさらにアセチル基を生やしまして塩素原子をつけたような N- クロロアセチルトリプトファンという非天然のアミノ酸になりますこのようにフレキシザイムを使うことによって非天然アミノ酸を含んだようなペプチドを翻訳することができますフレキシザイムによって作り出されたアミノアシル TRNA そしてリボソームなどの翻訳因子、そしてメッセンジャー RNA を試験管内で混ぜることで、簡単に非天然アミノ酸を含んだペプチドを作り出すことができます。この技術の利点というのは、各試薬を数マイクロリットル、ほんの一滴にも満たないような量を混ぜて、30分待つだけで、様々な非天然アミノ酸を含んだ特殊ペプチドが合成できます。ここでは、今年、えー 私たちの研究グループから発表された特殊ペプチドの化学構造を示しますが先ほどのサイクロスポリンのように大感情の構造を持っておりましてそれぞれに例えば立体構造が異なる D システインペプチドボンドの窒素原子のところにメチル基が生えたようなメチルセリンさらにこのような五印管が含まれたもの や、ベンゼン管ががまれたような非天然のアミノ酸をを含んだペプチドを合成することができます。さてこのような非天然アミノ酸を含んだペプチドの中からどうやって薬の候補を探し出すかといいますと先ほどのチューブの中にさまざまな配列を持ったメッセンジャー RNA を混ぜることでさまざまな配列の非天然アミノ酸を含んだペプチド特殊ペプチドを30分で合成します。 今さまざまと言いましたがこの種類というのはおよそ100兆種類に上りますこの100兆種類という非常に多様なペプチドのライブラリーから例えばウイルスに結合するようなペプチドを釣り上げることによって薬の候補となるようなペプチドをおよそ1週間程度で選別することができますここでは、えー、とこれまでに私たちの研究グループで同定、えー、された薬の候補 というものを2つ紹介させていただきます1つ目というのが血液凝固因子ファクター 12a と呼ばれているタンパク質に結合してその機能を阻害するペプチドになります血液凝固因子を阻害することによって血の中で塊ができるような病気血栓の治療薬の候補として期待できます そして、ただのペプチドでは実現できない非天然アミノ酸構造を含むことによって、例えば通常のペプチドの50倍以上長い時間、血液中で安定に存在するということがわかっています。2つ目の例としては、がん免疫チェックポイントの阻害剤のペプチドになります。がん免疫チェックポイントというのは、 がん細胞が免疫細胞に認識されないようにするチェックポイントを阻害することによってがん細胞を免疫細胞によって攻撃させるような薬になりますこのように既存の抗体とこの特殊ペプチドを同時にマウスに投与することによってがん細胞の増殖を抑えるということがわかっていますこれら2つの研究というのは今年ちょうど発表されたばかりの研究になります ので非常に最先端の研究になりますのでこのようにこれからもこの技術を使って薬の候補となるような特殊ペプチドというのがどんどん開発されていくのではないかと期待しています。ということで最後に実験室内で進化ささせせたたた分子ををを使ってて薬の開発をするといいうお話をさせていただきました今日のトピックはこのような4つになりますが。 生物の中身を科学的に見るというお話から生物の起源とは何だろうというお話をさせていただきましたその疑問を提唱するような仮説を証明するために実験室内で実際にアルネ酵素を作り出すというこの最初の三つは非常に基礎的な研究になりますそして最後にはこの基礎的な研究で作り出したものが 実際の社会に役立つような薬を作り出すことができるのではないかという発想のもと応用研究についいてて話をさせたただきました理学部というのは非常に基礎的な研究をする学部ではありますが実際にその基礎的な研究から今の人間の社会に役立つような研究もできるということで非常に幅広い研究をしている学部になります。 高校生の皆さんには非常に幅広い研究をしている理学部というのに少しでも興味を持っていただけたら幸いです今日の講演は以上になりますありがとうございました